表のあるテリー・クビカ選手、今回は6位に入っております、ジャンプ力、それから後方宙返りで話題になっております。今年の全米チャンピオンです。はい、後半ジャンプだけの大会だったらものすごい点が出るでしょうね。そうですね、去年の世界選手権初めて出てきましてね、初めてみんな見たヨーロッパの役員たちはもうびっくりしましてね、3回転をこれだけ軽々と飛び、しかも新しいものをどんどん続けてやって、アメリカに大変な選手が出てきたって話題になりましたね。まあ、今年は非常にいろいろ新しいものをやる中で、また特にこの後方宙返り、これはもう話題になりましたね。審判員がどう点をつけようか、あるいは減点ではないかという人もいたそうですけれどもね。アメリカのテリー・クビカ選手。